何？シロ、タイガから伝言です。美味しそうなものを持ってきたので、あとはよろしくと。まあそんなことだろうと思った。おい、二人とも昼に食べたいものってあるか？これといって特には。シロウが作ってくれるものであれば何であろうと構いません。ライダーは何かないのか？私も特に希望はありませんが。なあライダー、前から思ってたんだが、好きな食べ物とかないのか？それはどういう意味でしょうか？いや、ライダーいつも静かに飯食ってるだろ。もしかして嫌いなものでも無理をして食べてるんじゃないかと思って。シロ、私に何か言いたいことがあるのでしたらはっきりと言ってください。言いたいことってわけじゃないんだが、ほらセイバーは好きなものを嬉しそうに食べてくれるから、こっちもメニューが立てやすいというか。な、何を言うのですかシロ。それではまるで私は食事中落ち着きがないように聞こえるではないですか。あれで落ち着いているつもりだったのですか？当然落ち着いています。まったく失礼な。どのように見えているのですかあなたには。うん、それで好き嫌いの話に戻るんだが、ライダーは今まで我慢していたものとかあるか？いいえ、特には。もしや今まで心配をかけていたでしょうか？ほんの少し。セイバーくらい素直に反応してくれるとこっちも分かりやすくていいんだが。シロ、あなたはライダーに組するのですか？セイバーは素直に喜んでくれるから、作るこっちとしては助かるって話だよ。それにライダー、セイバーはちゃんと行儀よく食べてくれてるぞ。嫌いは分かっている方が作りやすいと。それは理解できますが、私もセイバーと同じようにサクラやシロウが作ってくれる食事に満足しています。ですのでそのような気配りは不要かと。よし、切り口を変えよう。ライダー、逆にどうしても食べられないものってあるか？そうきましたか。そうですね、おそらくあなたたちが調理することはまずないとは思うのですが。お、何かあるのか？ええ、この国ではあまり一般的ではないと思うのですが、蛇が。ライダー、もしかして馬も嫌いじゃないのか？ええ、嫌いではありませんが。わかった。蛇なんて滅多にないだろうけど、馬は気をつける。シロ、ならばタイガが先日持ってきた蛇酒は持ち帰らせた方が良いのではないでしょうか？蛇酒って、フジネのやつそんなもんまで持ち込んでやがったのか？嬉しそうにサクラや私に見せていました。誰も怯えないとつまらなさそうにしてからここにしまっていたのを思い出しまして。よく思い出してくれた。セイバーはその2つは平気なんだっけ？
ええ、その二つとも食べることに抵抗はありません。もっともそれを好まない相手の前で食べたいとは思いませんが。わかってる。うちでは蛇と馬は禁止だな。よしよし、大体わかってきたぞ。ライダー、ちょっと来てくれ。昼飯に食べたいものをこの中から選んでくれ。私に昼食の食材を選べということですか？ああ、好きに選んでくれて構わない。そうですか。では。シロは随分とライダーに優しいのですね。え？何言ってるんだサイバー。空砲の人間の好き嫌いが分かった方が楽なんだぞ。第一、セイバーにだって何度か聞いたじゃないか。確かにそうでした。シロ、これは何でしょうか？中身はタコか。そのようですね。随分と生きがいいなこいつ。これを昼食にするのはどうでしょう。鮮度が落ちる前に食した方がいいと思います。そうだな。そうすると何を作るかなって。どうした、セイバー、そんな離れたところで。シロ、本当にそれを食べるのですか？ああ、そうしようと思ったんだけど、何かまずいのか？いえ、その…もしや、あなたはタコが苦手なのですか？冗談だろ、セイバー。たこ焼きは美味しそうに食ってたじゃないか。まさか、あの中に入っていたのは、そのヌルヌルしてプクプクしてテラテラした異界の魔魚だったというのですか？ヌルヌルしてプクプクって、なんてことですか、シロ。あなたという人は。待て、セイバー、本当にタコがダメなのか？今までも散々食ってただろ。まさかシロたちの言うタコというものがあの魔魚などとは思わなかったのです。なんということだ。あの切っても切っても果てなかった異界の邪神を私は口にしていたというのか。どうするのですか、シロ。セイバーは嫌がっているようですが。そうだな。大体ライダー、あなたもなぜそのようなものを食べることができるのですか？私は海のものであれば分別なくいただくことができます。納豆や梅干しを好んで食べているあなたこそ私から見れば信じられませんが。確かに最初は面食らいましたが、あの程度ならば
行軍中のチーズや干し物に比べれば食べやすいものです。それを言うのでしたら、あなたはオリーブオイルをかけすぎなのではないですか。あれではせっかくの食事が持つ風味が損なわれている。食事は個人の自由でしょ。そもそも私たちはサーバントです。本来必要のない食事にこだわる方がおかしい。セイバー、あなたの趣向は私から見ると時に浅ましく思えますよ。ほう、では自転車やらオートバイ欲しされ給仕に身をやつすのはサーバントとして浅ましくないというのですね。先輩、お昼の準備手伝います。さくら、よかった、ちょうどいいところに来てくれた。あ、こっちはいいから、セイバーたちを止めてきてもらえないか。ライダー、こんな時間からセイバーさんと何をしてるんですか。まさかこの間みたいにちょっとした口喧嘩でテーブルを壊そうというんじゃないですよね。さくら、いえ、大したことではありません。そうですよね、セイバー。私たちはただお互いの食事の好みを話し合っていただけで。ええ、その通りです、ライダー。たまには干物や乾物といった日本独特の味覚に挑戦してはどうかと話し合っていたのです。まあいい薬になるような。これで全部かな。これ、さくらに頼まれた荷物の半分は遠坂のじゃないのか。あら、セイバーのところの坊やじゃない。え、キャスター。ほうけた顔してどうしたの。いや、だってあんた美人だったんだな。まあそんなことはどうでもいいか。それにしてもずいぶん荷物多いな。これ持って一人で帰る気か。それがどうかしたの。いや、大変そうだなって思って。もし大変だと言えば手伝ってくれるのかしら。手伝うよ。どうせ俺も帰るところだったし。
それだけの荷物、一人で持つのは大変だろ。そう、それなら頼もうかしら。妙に重いな、これ。細かいことは気にしないの。男の子でしょ、坊や。それにしても、こんだけ物を買うんなら、誰かについてきてもらえばよかったじゃないか。一星とか、くずき先生とか。今日は趣味の買い物ですもの。総一郎様の手を煩わせることはないし、一星君が手伝ってくれるとも思えないわ。むむ。そればっかりは俺が口出してもな。それよりキャスター、あんたにも趣味があったんだな。そう、娯楽を知らないサーヴァントなんてバーサーカーくらいじゃないかしら。そういうもんか。で、結局これは何なんだ。ボトルシップの道具よ。うん。って、一世の家に飾ってあったあの船、キャスターが作ったやつか。寺の玄関にあんなもんが飾ってあるから変だと思ったんだ。変とは失礼ね。住職があそこに飾っておきたいって言うからあんなところに。住職って一星の親父さんか。他に誰がいるのよ。思い出した。キャスター、うちに変なものを送るのはやめてくれ。セイバーが困ってた。キャスターが送ってきたものですもの。一応チェックしておくわね。あら、せっかく似合ってたの。まさかキャスター、セイバーに着せてたような服を着るのか。失礼ね。ああいうのは似合う相手に着せてこそ楽しいものなのよ。そうか。でもセイバーは貸さないからな。あら残念。そういうあんたこそ、それだけいろいろ買い物をしてもその服は結局誰も着ないのか。もったいない。そうね、あの寺は着せ替えができそうな若い子なんていないし。そもそもあそこにいる若いやつなんて一世くらいだろう。そうね、彼は素材が悪くないんだから、女の子だったらよかったのに。本人が聞いたらさぞかし嫌がるだろうな。ああ、でもあのままでも。勘弁してやってくれ。
シロ、ちょうど良いところに。ん？なんか用か？シロ、このフォアグラというのはどのような味がするのですか？フォアグラ？ええ、そうです。あと他にもキャビア、トリュフ、フカヒレ、ツバメの巣、マツタケ、キンメダイ、伊勢エビ、キンカハム、北京ダック、ホロホロチョ、フグ、スッポン、和三盆、夕張メロン、松坂牛。待て、セイバー、一体何の話だ？なんで急にそんなものが気になる？これです。なんだこの本。先ほどタイガーが置いていきました。で、セイバーはそれが気になったと。ええ、皆が一度は食べてみたいと思うような食材です。さぞかし美味であることでしょう。セイバーだって王様としてお城に住んでたんだろ？そういう高級な。シロ、前にも言ったはずです。私の時代の食事といえば、皿もなく、ただ焼いただけの肉を机に投げ出し、それをナイフで削り取って。すまん、セイバー、俺が悪かった。お詫びに何か食べたいものをって言いたいところではあるんだけど。強いて言えば、セイバー一人くらいならなんとか。一人ですか？ああ、それが限界だな。あとは東坂あたりが宝石なんかに手を出さず、ほんとこっちに投資してくれれば、みんなで信徒の高級店に繰り出したりできるかもしれないけど。リンが相手ではそのような行幸にあやかれる場面は起こりえないでしょう。そういうわけで、いつかはそんなリッチでセレブなところにも連れてってやりたいけど、それまでは俺の作る飯で我慢してくれ。何を言うのです、シロ。私はこの家での食事にはとても満足している。我慢や辛抱などと一度も考えたことはありません。ですから、いつかきっとシロの手で直々に収穫され、見事に調理された高級食材がこの食卓を飾るのだと信じています。え？信じておりますから。そう、ガチョウです。フォアといえばガー。まずはガチョウを飼うところから始められてはいかがですか？ガーって、いや待て、セイバー。ガチョウに手こずるのであれば、豚という手もあります。豚は飼うには最良の家畜です。しかもご存知ですか、シロ、この本によると、地中のトリュフを発見できるのはメス豚に限られるのだそうです。無論ハムという選択肢もありますから、品種にはこだわらねばなりませんね。ちょっとその本よこせ。バカトラに突っ返してくる。おい、
セイバー、上見ながら歩くと危ないって。ようやく気づいたのです、シロ。はるかキャメロットにありて、このエミアの屋敷には欠けていたもの。それは、サイエント家畜小屋です。幸い庭には、こんなにも空間が。あ、もしやキリツグは、それを見越して、このような敷地を確保したのでは。ない。誓って親父にそんなややこしい解消はない。まあ、百歩譲って家庭菜園くらいは手を染めてみてもいいけどさ、セイバー。だけど、メス豚もガチョウもスッポンも飼わないぞ。動物はメストラ一匹で十分だ。トラですか。トラの肉は古来、馬肉の桜に対して竹と呼ばれ珍重されたとのこと。一体どんな味なのでしょうか。バター。おーい、帰ってこい。王様、陛下。たとえ庭が無理でも、まだ希望を捨てるには至りません。なんといっても風紀市は自然の宝庫です。山の幸、森の幸、海の幸に恵まれた、神に祝福されし肥沃な土地なのですから。夢が広がります。その前に、よだれ不幸、セイバイッセ、大体終わっ。タンタが。いいしろ。人の恋路を邪魔する奴は、馬に蹴られても死ねないのよ。当然、痛みは据え置きで。悪い、邪魔したな。はぁ、危なかった。いや、まさか、一星と三つ釣りがそんな関係だったとは。待て、エミア。どこに行くつもりだ。いや、頼まれたことも終わったし、帰ろうかと。エミア、いいから戻んなさい。え、でも邪魔じゃないのか。うるさい、つべこべ言わないの。え、え？なんだ、誤解だったのか。それならそうと、言ってくれればよかったのに。言う前にあんたが誤解したまま出てったんでしょうが、反省なさい、反省。それ、俺のせいか。まさか。そのまま俺の周りが遠坂だらけになっていくのか。何を真顔で末恐ろしいことをつぶやいている。そうだな、俺もとんでもないマッセだと思う。で、二人とも結局何をしてたんだ。うん、文化祭の打ち合わせをな。ああ、なるほど。でも、なんで三つ釣りが一緒なんだ？弓道部の関係で何か問題でも出たのか？そりゃ私が文化祭の実行委員だからじゃない。え、そうだったか？
ちなみにその調子じゃ覚えてないかもしれないけど、エミヤも実行委員の一人よ。悪い、すっかり忘れてた。まあまだ活動が始まってないから構わん。ともかく今はそういうわけだ。こっちの準備があるので、備品修繕はエミヤに頼むだけ頼むが、俺はついていけないのだ。申し訳ない。いいって、適材適所だろ。それで今見てきたヒーターの調子だけど、なんだよ三つ釣り。いやエミヤって最近普段に輪をかけてボーっとしてるところがあるから、準備が始まった時にも忘れてやしないかと思って、うん、相分かった。三つ釣りの不安も最もなことだろう。エミヤ、帰りに付き合い、そこで文化祭たるものを語って聞かせてやろう。は？ああ、そりゃいいわね。エミヤが二度と忘れないようにしてやってちょうだい。うん、任されよ。つまりそれは、今日は一斉と一緒に帰れってことか。そうよ、バイトとかないんでしょ。まあ、あったら手伝いには来てないからな。で、リュードはなんでそんなに嬉しそうなのよ。ん？そんなことはないぞ。いや、ないわけではないが、それも普段より迷惑をかけているエミヤのために役立てるとなればこそであって。ああ、はいはい、わかったわ。それじゃあエミヤ、引き続き備品の修理に行ってくれる？体育倉庫に壊れたまま放置されてる空調機があるんだって。リュードは私と体育連の出し物の続きね。弓道部まだ出し物が決まってないんだけど。エミヤ、待たせたな。いや、俺もさっき終わったところだ。気にするな。すまん、三つ釣り。なぜか議題を引き伸ばしよってからに。まったく、弓道部のケーキショップなど許可できるわけがなかろう。その分じゃ三つ釣りと大喧嘩か。弓道部何やるんだって？ん？何でもアルミホ…違うな、アンなんとかいうファミリーレストランのパロディだそうだ。ケーキ専門というのはなかなかに面白いのだが、あいにく飲食系はリミットいっぱいでな。弓道部には悪いが、11日までに再提出ということになった。お疲れ様。休日出勤とは縁の下の生徒会長様だな、一斉。何、お山は常に時間外労働だ。それに比べればさしたることはあるまい。どうするエミヤ、まっすぐに帰るか。あいや、久しぶりにシントにでも行こうか、伊勢。実家で手伝わなきゃいけないことがあるんだったらいいんだけど。そういうエミヤこそ養い口が多いだろう。構わないのか。こんな論議で時間を潰しても仕方あるまい。シントに行くぞ。了解った。何するかね。映画でも見ると時間食いすぎるな。うん、猫歩くとタイガー道場劇場版か。
評判を聞いたことがあるか、エミア。聞いた話じゃ、どっちも支離滅裂だそうだ。なるほど、悲劇か。見に行った人間そのものは悲劇らしいけどな。エミア、自分はお山の暮らしが長いゆえに少々甘味を欲していてだな。ベルデに行っても構わぬか。おお、本屋あったしな。そっちでも行くか。エミアは参考書や過去問題集は買わないのか。ああ、そんなのもあったな。そういう一世こそおすすめはあるのか。それなりにあるのだが、今までエミアに参考書の類は一通り案内したと思うがな。まったく、他の同級生は予備校だ模試だと大変だろうに、その辺エミアは太平楽を決め込みすぎていて不安だ。一世ほどできれば。だって、あ、そうか、お山に登るんだよな。うん、主上の安堵に応わんと我が身のおほけなくも願い、黒染めに身を包んで蕎麦屋に庵を結ぶ所存だ。なんだそりゃ。蕎麦屋ってお寺はあんなに大きいのに。何、第一にエミアの諸事成就を願うことにするからな。大船に乗ったと思うがいい。俺は、買うものないな。伊勢は？あいにくと俺もな。それでは下に向かうとしよう。ああ、大判焼きとかソフトクリームとかあったな。エミア、お前の大判焼きの好みは何だ。つぶあん。うん、満点とはいかぬが合格だ。ここでチーズやカスタードといったらエミアに罰策を与えて共同せねばならぬところであった。よしよし、特別に俺からこしあんをおごってやろう。おう、あんにきれ。そうだエミア、来週もいろいろ付き合ってもらうぞ。今度はたい焼きとか。うん、それも悪くはないのだがな、今回は文化祭が優先だ。実行委員としての心得順々と解いてやらねばなるわい。ま、とりあえずは明日からだな。今日は大判焼きに免じて見逃すとしよう。忘れっぽいな、本当。でもまあ、思い出したからいいか。明日から心を入れ替えて尽力するよ、一世。ああ、頼むぞ。文化祭となればエミアに手伝ってもらうことは山のようにあるからな。どれ。これが報酬の前払いだと思ってくれ。
別に大判焼きで働いてるわけじゃないぞ。まあまあ、記者を拒むのはよくはない。いつもエミヤには何かと苦労をかけているからな。なるほど。じゃあこれは再選代わりに受け取っておく。エミヤ大明神様か。そうだ、再選と明神権現といえば、こういう話をエミヤは知ってるか。昔な、この川には竜神がいてたな。古くは神を鎮める祭儀が行われていたんだ。へえ、初耳。今の秋祭りの儀式でそんな竜神云々のあったっけ？いや、今の祭礼とは関係はない。竜道寺の僧が法力で荒ぶる竜神を三日三晩の火事祈祷の末に釈伏したという話だ。構想なき後に深山の民が秋になると竜神を鎮めた構想の徳をしたって。どうした、つまらぬ話だったか、エミヤ。いや、いろいろ興味深い。しかし、いるんだ竜神がこの川に。さて、もうすぐ着くな。あ、やはりコシアンはいいものだ。残りは霊感さんや葛木先生のお土産にするのか。しまった、買い食いなどをしたと父上に知られれば禁足ものだ。仕方がない、エミヤ手伝え。で、ここで食い切るのか。了解。はい、お茶が欲しいところだな。うん、まったく、お山ではまんじゅうやお茶が怖い。後で差し入れるってば、一斉。シロですか。あれ、ライダー、どうして。気になることがあって調べに来たのですが。シロ、あなたはなぜこの場所に。いや、単なる散歩なんだけど。竜道寺には一星がいるし、ここは昔から使ってるし。それよりライダー、気になることって。いえ、私の勘違いでしょう。ここがシロの散歩道なら、
気配も残っているでしょうし。ライダー、失礼しました。シロ、今のは忘れてくださると助かります。忘れろって言うなら聞かないけど。じゃあライダーがここにいたことも聞かない方がいいのかな。いえ、そちらは問題ありません。私がここに訪れたのは地脈の乱れを感知したからです。この地はキャスターの領域ですので、さまざまな魔術の手が加えられていますが、このねじれは彼女の魔術によるものではない。他のマスターやサーバントの干渉も疑ったのですが、どうやらそれも異なる。他のサーバント、まさか三門のアサシンとやり合ったのか。いえ、三門でしたら普通に挨拶をして通りました。挨拶って、こんにちはって。すみません、この姿はシローにプレッシャーを与えているようですね。こちらの方は集中できるのですが、シローが気になるというのでしたら普段着に戻りましょうか。ああ、いや、それには及ばない。それより、地脈の乱れってどんな乱れを指したんだ。シローは感じませんか。まずお山全体に濃い霊気を感じる。冬気の霊脈だから、これは当然として。それに重なるように違う動脈が走っている。巧妙に偽装してるけど、これがキャスターの結界か。あとは、もう異常らしきものは感じない。シローに感じ取れないというのなら、おかしいのはこの山ではなく私自身ということになる。異質なのは私の方で、思っているよりこちら側に近づいているのでしょう。お気になさらずに、シローには関わりのないこと。私はもともと大地に関わる神聖ですので、地脈の乱れには敏感なのです。今回はそれが行き過ぎて細かな違和感に過剰反応をしてしまったのでしょう。ええ、冷静になればどうということのない違和感でした。肩に降りた蚊ほどの小さな、取るに足りない不快感です。仮にこれが後に障害になったとしても、一息で吹き飛ばせる。でも、どんなに些細なものでも違和感はあるんだろう。それが聖杯戦争を再開させたやつじゃないのか。ご心配なく、これは私の問題です。シロやサクラには害を及ぼしません。いいえ、もしそうなったとしたら、同じものとして私は今度こそ。ライダー、なんだよ、さっきから変だぞ。悩み事はまあ人それぞれあるだろうから無理に明かせとは言えないけど、何か相談に乗れることがあるならできる限り力になりたい。いえ、今のはその私の勝手な思い込みで、シロやサクラには関係がないというか、私があなたたちに自分を投影しているだけというか。とにかくですね、桜のご縁はお任せください。シロ、
ああ、よろしくライダー。ありがとうございます。それと、本来口にすべきことではないのですが、私の護衛対象はサクラだけではありません。シロウも私の守護対象です。え、なんでさ。まあいいでしょう。サクラを守るということはシロウを守ることにもつながるということです。さて、私の方はこれくらいで切り上げることにします。シロウ、あなたはもう少し寺を散歩していくよ。あ、ライダーもお参りするか。私がサクラの安全を祈願しても、こちらの霊覚は機嫌を害しませんか。いいんじゃないのか。どうせなら正しいお参りの礼儀作法も教えるよ。であれば助かります。では改めて境内を見て回らせていただきましょう。